を設定して、さあ帰りましょう。で曲がれんのかこれ。ちょうどこの左が中禅寺湖で、これまたこの先右側の川をずっと下っていくとケルコンの滝を下れますね。したい人は試せていいね。結局ね、渋滞ハマることに決めましたよ。なんかぼーっとして、まあ寝てりゃいいんだけど、駐車場じゃないしね。なんとなくそんな感じだった。ちょっとしたなんか憩いのスペース、ちょいちょい動いてはいるけどほとんど動かないと思うので、いい感じなんだよね。ちょうど見れていいかなっていうのもあるけどね。この辺あたりもね、いろは坂に入っちゃったらもう下るだけだからね。でもなんかこの雲がかかってるのがまたちょっと幻想的な感じで、お客さんがね、ほとんど日本人いないって感じですよね。アジア系ほとんど、まあ、主に中国っぽい言葉しゃべってたかな。日本人ばっかりでねっていうイメージが。あと修学旅行っていうか、まあそういう旅行、学校のとかで来たりとかね。日光はどうだったかな。うちら小学校の時の修学旅行というかあれだったかな。夏合宿って言わないかな、なんて言うんだっけ、それ林間学校か、だった気もしますな。5年生の時確か箱根だった気がするんだよね。まあそれは僕と同じ小学校の人だったら覚えてると思うけど、ちょっといまいち。ここが第一華厳、県営華厳の滝第一駐車場ですね。通車1回320円で、左側が1回300円。これはなんか民間とかそっち系の駐車場ですね。20円安いですね。僕はこっち止めますね。まあね、ちょっとさすがにこれこの天候でね、いけないよね。恥ずかしいっていうのもあるし、カメラでも持ってればいいよね。なんかこう一眼レフのなんかすげえごっついやつとかね、なんかあカメラマンかみたいな。あそれいいかもしれないな。なんかダミーで買おうかな。映さなくてもいいからダミーで。そうすればなんか一人旅っぽい感じで、ね、いいじゃないですか。でもないんだけど、なんか行った記憶があるなーっていうのは右側の入り口のところですよね。さあこの渋滞を抜けるのに一体何分かかるんでしょうか。ただいま、15時54分でございます。さあさっきの清滝まで降りるのに何分かかるんでしょうかね。
間帯に降りようかなとか思ったけど、ちょっとでもこうやってね少しでも見えるとねやっぱいいですよね。明日は、まあ、天気良かったんだけど、明日も雨だったかな。ちょっと、まあね、
会は司会はこんな感じですね。で、無ですね。相変わらず野手を包むんですが、開けたり左開けたりみたいなんで、両方開けて寒いから、ね、上着ろって感じです。そのために
バス、大型バスとかが降りてくるからかな。さっき上りは確か2車線だったもんね。道幅がこっちの方が狭いのかな。それか勾配がきついから、全然まだあるし。さっき8個つったのに、今も8個ある。
さい。ちょっと違う方だったこれ。あ、いいのか、合ってるのか。モーセス、あの重機すごいよね。あれ、どういうこと？見えました？見えますかね？左上の方。ああ。パワーショベルみたいなのがなんか真下向いてたよ。あれロープ、ワイヤーかなんか吊られてんのかな？すげえな。